これアークさん粋なキャラ選択をしてもらいました。おっガークリリーというような、はい、実は特定のキャラクター、特定の条件を、満たしますと、はい、こういったような原作の名シーンが、はい、再現されるというような、はい、ドラマチック演出というものが入っておりますので、ぜひそのあたりも探していただくのが楽しいかなと思います。はいはいそしてこの何気にゴテンクスの方も実機初プレイというような形で今、ゴテンクスと悟空ブラックがはい戦っているようになっております。すごいですね。はいでゴテンクスの方もですね結構ちっちゃくてすばしっこいキャラクターなのでそのあたりを生かしたキャラクターになってますし悟空ブラックはまあ割とスタンダードな形ではあるんですけどリーチのある遠距離攻撃とかも使うことができますのでそのあたりを生かした戦い方がまあ特徴になってくるキャラクターかと思います。はいそして今ゴテンクスが今やられている状況ではい1人こちら謎のマスクマンさんの方ですね、はい、やられた形かしら、はい、そして今、ビルスがヒットが登場いたしました、はい、これも実は実機初プレイのキャラクターになってます、はい、でこれ破壊玉、ビルスに関してはこの破壊玉を使って、置いたりとかして、攻めたりとか、はい、閉じ込めたりとか、はい、いろいろな使い方をすることができますので、ちょっとね、まるで遊んでるような。はいまさにビルスらしい確かに、はい、形のキャラクターになっております。そして赤いのが炸裂はいそのまま攻撃が続いている状態です。そしてはいゴキブラックおっとかわしたこれはまたバニッシュルームでかわすというようなバトルスタイルですね。今白熱したバトルスタイルになっております。はいここで出ましたゴキブラックの超必殺技メテオ超必殺技出ました。かっこいいですね、はいそしてね今回、ちょっと発動は難しいと思うんですけど、さりげなく今回、またこの間の V ジャンプで発表させていただきました、ここのさりげなく一個一個、ボールみたいなのが溜まってってると思うんですけど、こちら7つ集まると、バトル中に不思議なことが起きるという、洗脳システムというのをご用意しております。洗脳システムはい、そしてエキシビジョンマッチ繰り広げられておりますが、はい、ここでまたヒットとビルスが登場しました。ヒットはですね、時飛ばしの術によるカウンター攻撃とかそういったものが得意なキャラクターになっておりますのでその辺りもご注目いただくのがいいかなと、はい、そうですね2人ともなんか話しながらやってるんでしょうか多分ですね、だいぶこういうバトルしてくれってお願いしちゃったんでいろいろ考えながらいやでもすごいですね、はい、おっとここでデストラクティブフィニッシュが発動しました。はい、なんとデスボールで、はい、先ほどナメック星だったのがナメック星崩壊に変わりました、はい、実はこういった特定のキャラクターによってステージが変わるというような演出も用意しておりますのでなるほど、はい、こうやって飛ばしが発動します。超メトヒット技がどんどん発動されておりますがおっとここで悟空が猛攻をかけるかおっとここで1人ダウンということで今、グリーザ対悟空原作再現がまさに演出されております。はいさあどんどんいきましょうか。さあいいすごい対決ですね。はいこれはまた悟空とフリーザっていうのが最後いいですね。はいナメック星崩壊でおっとここでメテオ超必殺技悟空のメテオストライクが出ましたがここで一気に体力がそがれるフリーザがあと少しというところになっておりますがこれを悟空が最後決めれば KO そして決めました、はい、実はここからまた演出がちょっとじっくりご覧いただきます。はいさあはいという形で。